はい、皆さんこんにちは、モロトフです。ファーゼストフロンティア、続きをねやっていきましょうか。現在ね、人の数ですけど124人ですね。多くなりましたね。そして住宅のキャパですけど136か、まだまだね余裕がありそうです。今はですね24年目の秋ということで、こっからまた厳しい冬に突入ですね。なぜ厳しいかというと、食料見てください。1ヶ月分があって1ヶ月分が腐るということですね。いやこれどうにかならないかな、厳しいよね。あとお金もねないんだよな。維持費がかなりかかっている原因はね櫓ですね。まあ防衛ね強化したんですけど、この防衛費かなりかかってしまうよということです。とはいえまずはね食糧難の解決ですね。農場をもう一個増やす、その方がいいのか、もしくは果物か。果物ちょっと増やしてみましょうか。例えばリンゴなんですけど、もうちょっと植えてる範囲をね広げていくというのはどうだろう。こんな感じで2列追加していきましょうか。収穫時期の異なる、これ桃かな？桃もね、設置していきましょうか。どこに設置できる？ここか。うん。こういう感じで桃も設置していくということで、一旦これで様子見てみましょうか。約ね、2倍のサイズになりましたよということになります。で、今回ね、やりたいことがあります。それは何かというと、中央集会所。これね、ティア3にレベルアップしていきたい。そのためには住宅を増やさなければいけない。増やすべき住宅の数なんですけど、15棟ですね。人もあと1人必要。人は自然と増えるから問題ないですね。で、住宅の増やし方なんですけど、我々ね、いくつか住宅で小屋っていうね、ステータスの状況になってるところがあるんですけど、これをね、住宅にね、自動アップグレードさせたいということですね。どうやってやるかというと、満足度を上げるんだよね。つまり公的度を上げていくという作戦です。そのためには、例えばなんですけど、市場。ね。市場の範囲内っていうのは公的度高いんですけど、それを外れちゃうね、住宅というのは公的度が下がるんですね。もう一つ、井戸かな。井戸なんかも設置場所によってはカバーできてない範囲っていうのがあります。あとね、最近知ったんですけど、学校もそうみたいなんだよな。学校もカバー範囲というのがあるので、極力この建物をここら辺にね建てていくと、例えば市場なんか2個ね建てるということが必要かもしれないですね。よし、そしたらはひとまず市場2個建てるので、こっちにね移動してみましょうか。いろいろパズルをやらなければいけなさそうだ。ひょっとしたらこの櫓どこか違うとこに置いた方がいいのかもしれないんだよな。うん、うまくねパズルがねハマるといいんだけど、あとねトレーダーなんだよな。人々を幸せにするためにはろうそくが必要でありね、陶器が必要でありね、石鹸が必要でありということで、あらゆるね生活必需品が必要なんですよね。服とか靴も。これがね全部ねトレーダーハウスに我々集中させちゃってるんですね、外貨を獲得するために。これはよろしくないということで、いくつかね修正していきましょうか。例えばなんだけども、普通の麻の服はねもうトレーダーハウスは97個ね、残りは我々村人がね使うよっていう設定に変えておきましょうか。服なんかももう全然作られてないので、もうねトレーダーハウスに持っていく必要がないということですね。服の設定ですけど、これチェック外しといた方がいいのかもしれないね。そういう意味だとろうそくもそうだし、靴もそうだし、これ陶器ですね。陶器はでも逆にもっとねトレーダーハウスに持ってっちゃっていいかもしれない。450ぐらい、こんぐらい持ってっちゃいましょうか。一気にゴツンとね。はい、なぜかというと陶器のね在庫めちゃくちゃあります。260ありますね。鉄鉱石なんかは必要ないので、引き続きねこっちに持ってっちゃえばいいと思うんだ。あとはこれか、ろうそくなんかもね村人が使えますよということにしておきましょう。それ以外石鹸とか、あとカゴとかはどうなっているんだろう。靴もねちゃんと村人が使うように戻しておきましょう。死体って石鹸とかカゴどうなっているか、これちょっと動かせないエリアなんですけど、なぜかねここにカゴそして石鹸がありますね。いずれ動かせるようになるのかな。とはいえこの2つ全く作ってないですね。特にこの2つ作れてないのは多分ね採集がうまくいってないと思うんだ。例えばハーブとかね、あと柳ですね、そこら辺がちゃんと取れていないのかもしれないな。どうやって取るかというと、この採集ゾーンを変えていくんだよな。季節が良くなったらちょっと変えていきましょうか。やばい、みんな不満になってきた。カ
かなりやばい気がしてきた。そんな中、村人がね、移動を試みております。市場ですね。市場を移動させたらどうするか。市場だけじゃないな。ここら辺もザクッとね、移動させていかなければいけない。どこに移動させていく？市場がここに来るんだよな。ってことは、こいつ上に移動させておきましょうか。ね、市場の近くだから問題ないと思うんだよな。こいつも上かな？ね。やっておきましょう。とにかく上に上にということで移動を開始させていきます。うわー、食料がなくなってきた。市場がなくなったんでぽっかり穴が開きましたと。ここに何を設置するかだな。これハーバルハウスですけど、この場所でいいのか悩みますよね。これをこっちに持っていくというのもあるんだろうけど、道本当はまっすぐつなげたいなっていうのは思うんだよな。一方でさっきの学校だよな。学校もそれなりのスペースが必要だと。仮にですよ、学校ここに置いたらどうなる？お、学校ここに置くのはいいかもしれないね。かなり網羅している感じはしますね。うん、ここに置いておきましょうか。代わりにね、よいしょと、こんな感じしておこうか。ただここら辺が網羅されてないんだけど、そこまでねこだわらなくてもいいのかもしれない。あとは市場ここら辺に作ればいいかなね。となるとですよ、後ろにある花壇は若干邪魔？どうなんだろう？邪魔っぽいかな？邪魔だったらね、外すということを考えていきましょう。あとこれか。ね。井戸もね、移動させなければいけない。トレーダー時々見とかないとたまに来てる可能性があるんですよね。薪もゼロ。ちょっと待って、薪ゼロはやばいでしょ、このタイミングで。で、今は極寒すぎて誰も外に行けませんよと、こっから住民が減る可能性があるのか、耐えられるのかといったことですね。さあ、住民動き出したので、木はおかげさまでたくさんあるから大丈夫でしょう。木は今どこで取っているのか見ていきましょうか。上の方ですね。比較的多いかな。ここら辺、前回植えた植林の場所ですね。うん。大丈夫そうだな。よしよしよし。さあ、そしたらばここら辺ガン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 移動してもらいましょう。住民は今ブラブラしている人はどんぐらいいるんでしょうか。17人、16人ですね。建設者が重要なんだと思う。10人がね働いてますよということですね。ほい、一つ移動した。あ、やばいやばい、廃墟と化してきてるぞ。ちょっと待って、そこにすかさずですね、市場をねぶっ込むということになります。さあ、市場どこにぶっ込むかというのがポイントになるんですけども、はまらないですね。理由は明らかです。多分これだ。うん、これが悪さをしているので、どっかに移動をさせておきましょう。例えばなんだけど、こういったところに移動させておく。そうしておこうかね。よいしょと。そしたらもう一個かな、これも移動させておきましょう。矢倉の前にしようか。なんか嫌だけどね。矢倉の前。ね。花壇にしておきましょう。この花壇も移動対象ですね。どこにやるかというと、ここか。はい。移動させることができました。もう一個ね、花壇あってもいいかもしれないな。はい。そしたら、綺麗にね、取り除くことができましたので、今一度市場ですね。設置していきましょう。おっと、待って。市場設置できないぞ。これは問題だ。そしたらば、この道をね、ぶっ壊せば問題ないと思います。やっていきましょう。どこにやろうか。市場ですけど、あんまり左側にしちゃいけない。いや、でもカバーできているかもね。どっち側がいいか悩むところですけど、こっち側にしておきましょう。そして、井戸ですよね。井戸も移動させておきましょう。ここにやっておけばいいかな。ね、よいしょと。はい、やりました。そしたら、ここね、ちょっとぽっかりスペース空きますけど、余分なね、花壇をこっちにね、移し替えておくということでいいと思う。多分ここね、住宅建てることができると思うんでね。よし、新年ね、今25年目ですね。食料が相変わらずないぞと。トレーダーも来てないけど、多分そろそろ来るんだろうな。気づけばどっかで火事がね、起きてたということですね。ちなみにここにも井戸があります。この場所はとてもいいと思うんだよな。カバーしているんじゃないかな。見ていこうか。ね。ここカバーしてないですね。ただここに井戸を設置するんでカバーできてますね。これで住宅全体的にカバーできていると思うな。うん。さあ、そしたらば食料増えていくんではないでしょうか。赤痢が気になる。何よりも住宅増えているか見ていこうか。
増えてないですね。こっから住宅がちょこちょこ増えていくんだと思う。507インゴットゲットしておりますね。トレーダーよ、はよ、来いということですね。堆肥、こちら100溜まったんで移動させておきましょう。よくこの農場がね、堆肥を必要とするんだよな。なぜだろう。はい、トレーダー来ましたね。もう一個来たりして、周辺見ていこうか。ね。二つのトレーダー来るとね、嬉しいんだよな。いろいろね、トレーディングできて。さあ、来ました来ました。下からもね、来ましたよ。よしよしよし。これはお金持ちになるチャンスだ。はい、一人到着しました。せっかくだったらもう一人ね、到着した時点でね、トレーディングを開始させましょう。さあ、そしたらば我々売れるのあった、やりました。陶器ですね。陶器をとりあえずがっつり売っちゃいましょう。よいしょと。はい。これによってね、2463ゴールドになりました。さあ、何か買えるぞ。何を買うべきか。ここでのポイントは、このトレーダーからね、買った方がいいと思うんですよね。なぜかというと、陶器をね、またこのトレーダーにね、売れるからですね。トレーダー2を見たら、やっぱりそうだよな。陶器買ってくれないから、ちょっと怖いんだよな。一方で、これが売れるか。これ一気に売っちゃいましょうか。ガツッと。はい。これで4000来ましたよ。さすればトレーダー1から何かを買っておきましょう。何がいいんだろうね。道具欲しいよね。あとそれ以外悩ましいな。なんか欲しいものがあんまりない。剣か。粘土とか欲しいんだよな。まあ、現金は現金で欲しいんだよな。前回そういえばでも粘土買ったんだよな。そしたら道具をねちょろっと買っておきましょう。こんぐらい買っておこうかな。ね。はい、倉庫にね移動させてください。剣もねサクッと買っておきましょうか。どんぐらい買う。こんぐらい買っておこうか。マックスマックスね買っておきましょう。そしたらはまた陶器が売れるのでがっつり売っていこうかね。こんぐらい売っちゃえばいいのかな。よいしょと、かなり売りましたよ。そしたらばまたね買うことができると思います。何を買うか。石、石がちょっと少ないか。石安そうだから少しだけ買っておきましょうかね。はい、買っておきました。あとは道具かな、剣かな。ちょっとだけ買っていこうかな。よいしょ、少し買っておこうかね。剣をあと4つ買っておきましょう。そして道具もね少しだけ買っておきましょう。はい、買いましたと。そしたらば陶器全部売れますね。全部売っちゃいましょう。あ、あんまりゲットできなかった。まあしょうがないかな。それ以外売れないですもんね。そしたらトレーダー2に行きましょう。トレーダー2ですけど服をさらに売れるので売っておこうかね。こんぐらいか。よいしょと売っておきます。さあ、買うものとしては食料がね全くないので食料とにかく買おうか。石鹸を買うというのもあるな。石鹸細工はもうこっちに持っていかないよという指示を出しておこうか。そういえばカゴですね、こちらもねこっちにもう持っていかないよという指示を出しておいた方がいい。これで完璧ですね。それではトレーダー2に戻って、食料、何食料買おうか。一番安い、あ、薬草持ってんじゃん。どうしよう、これは悩ましいね。お金気にしないのであれば、このね燻製肉なんだけど生肉にしとこうかね。一旦生肉を200ぐらい買っておきましょう。そして薬草もね、石鹸の原料ですね、買っておかなければいけません。こんぐらいね買っておきましょう。そしたら1900残ったんですが、この1900はね倉庫に入れといておきたいと思います。さらに現金ねゲットしておきましょうか。服ですね、売れるからサクッと売っておくと。こんな感じかな。よしよしよし。そして倉庫に入れたことによってですよ、ひょっとしたらここアップグレードできるね。やっぱりできる。この市場をねアップグレードすることが大切だというコメントがありました。結局ね外貨を獲得するというのはこういうやり方しか、トレーダーしかねないんですけど、市場をね発展させることによって村の経済からね税金というねお金をゲットするというやり方だ。こっちもレベルアップできますね。よしよしよし。これでかなり潤うんではないでしょうか。ちなみにこれはレベルアップできないのか。あとは今後建物たくさんね建てていきたいなと思うので、ここら辺の施設ですね、これを下の方に持っていくということで住宅のね範囲を膨らましていきたいと思います。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。なかなか難しい回でしたね。続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またねチャンネル登録よろしくお願いいたします。
それでは。We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.